えっとまあ、僕がまあ結構もう1年ぐらい前結構最近なんですけれどもその動画のネタみたいな感じでその旧小峰トンネルってご存知ですか、はい、あの八王子ら辺にある、まあ、なんか結構有名な心霊スポットの今はもう閉ざされてるトンネルなんですけれどもそこにまあ行ったんですよね。でそこに行ってで、まあ、そのうちの,そのマネージャーも一緒にいたんですけども。はい そこで結構夜、まあ何時ぐらいだったっけな、まあ22時ぐらいになってたと思うんですけれども、で、その降りました、まあ夏だったんだけど、そこだけ異常に涼しかったんですよね。はい、で、僕らがその、まあ車で行ったんですけど、降りたらへんのところですごい結構男女4人組みたいな若者、な現地の人みたいな感じが、なんか多分先導を切ってたんですよね。 なんかで結構キャッキャ言いながらなんかあじゃあ同じ僕らと同じなんかそういうなんだろう心霊スポットを巡ってるグループがいたのかなみたいな、はい、そういう感じで見てたんですけどあれって旧コミネトンネルってなんかある程度行くとなんか行き止まりになってるというか,なんか行ったら引き返さないといけないぐらいの感じになってるんですよね,すね構造上。でで、はい、でもがが戻っててこないんですよ<え>その途中で声が消えて、うん いつまで経っててもその引き返してくる僕らがこう行って責任あるならここでぶつかるはずじゃないですかいつまでたってもぶつからないでで僕らが最奥までたどり着いちゃったんですよ。<え>はいいないんでその時に僕が何か知らないけどそのトンネル抜けた後ってもうほに真っ暗でもうなんだろう雑木林って言ったらあれだけどもう何もただの。 もう森林のもう樹海みたいな感じになっちゃってて、で、真っ暗でその先なんて進めるわけないんですよ、ね。えー、でも僕進んでいっちゃったんですよ。はい。あの僕の意思と関係なしに。関係なしにはい。なんか、この奥、それまで僕めちゃめちゃビビってたんですけど、奥に着いた瞬間、なんか行ってみたいなってなっちゃったんです。うんで、それを、あの、二人残りいたんですけど、それにもう力づくでグッて止められて、追い戻されて、で、無理やり戻ってきたみたいなことがあって。<ぁ>で、 その後になんか結構霊が見えるみたいな友人が家に来まして。はい。はい。で、その霊が見えるって僕基本的に信じて、あんま信じてないんですけど、なん、なんか霊とかオーラが見えるみたいな感じで、で、僕その人を信じたきっかけが一個あって、はい、その、なんか写真越しでもオーラが見える人だったんですよね。<ー>この人はなんかこういうオーラがあるよみたいな。で、僕その、なんだろうな、本当にプライベートの友人が、その何年か前に自殺してしまって、 で、その人の写真を持ってたんですよ。はい、で、本当にその人のには申し訳ないんだけど、やっぱり僕も疑い深いんで、で、プライベートでその活動者とかでも何でもなかったから、絶対分かんないはずなんですけど、その写真見せたら、あ、この人多分死んでるでしょって言われて、<ー>だから、あ、この人本当に見えてる人なんだな、みたいな感じ湧くそのコミュニティトンネルで僕家に、 なんか、十人霊を持って帰ってきちゃったらしくて。えー、そこからですかはい、多分。て、はい、か、もともと住んでたかわかんないけど、うんうん、なんか僕の部屋には、なんか十人霊が住んでるよ、みたいな。うん、なんかもともと僕の部屋って、なんか、まあ、もう住所バレてるんでいいんですけど、あの、二つ、その部屋があって、それをなんか一つに、 なんか下みたいなぶち抜いて、はい、広いスペースにしてる感じなんですね、はい、なんでなんかトイレがすべての部屋に面しちゃってるんですよあーはーはーはー。だからなんか水回りが全部に面してるっていう立地もなんかあんま良くないらしくてでそこから調べてみたら僕の一個下の階の人が7年前に首吊り自殺したらしくてでそこでそういうのも合わさってなんか例が10人ぐらいいるみたいなク<ー>ラス僕の肩になんか例が乗ってるらしいんですよはい例、はい、が乗ってるんですなんかすごい赤い 例って言われて、赤い例が、なんか取り付いてずっとお前を見てるぞみたいな。うん、はい。で、そういうのがあって、なんか。危ないから、ちょっと除霊した方がいいんじゃないみたいなこと言われて。つい、本当に。一週間ぐらい前に除霊してきたんですよね。え、本当つい先日なんですね。つい先日。一年ぐらい前からずーっと。ー となんかその疲れている状態が続いてたわけですよね。はい、そうです。僕の、だから、あの、そうですね、チャンネル登録者数が最近ちょっと右肩下がりなのがちょっと多分そのせいだと思ってるんですけど <laughs> 呪。呪いです右肩下がりしてないじゃないですか。<laughs> 全然下がってないじゃないですか。っ1日10人ぐらい減り続けてるんで <laughs>、<laughs> その呪いだったと思うんですけど。除霊されたってことですけど、<laughs> はい、じゃあその除霊した方っていうのは結構有名な方なんですか、はい、そうですね。その宮城県に、の平地になんか住んでる方なんですけれども、はい、そのおじいちゃんとおばあちゃんが二人組で、 で、なんか除霊とかをしてる。除霊、一人がその霊が見えて、で、もう一人がその除霊をするみたいな。二<ー>人組でやってるんですよおじいちゃんとおばあちゃんが。ああ、そういう方がいらっしゃるんですね。そうです。で、フィッシャーズさんの動画とかにもあの出てたりして。じゃ結構有名な方とか、その方なんかも除霊されてるってことなんですかなか,かなりその除霊のプロみたいな。<ー>見える人とその除霊のプロみたいな。二人の人に僕は除霊してもらったんですよね。<ー>で、その人たちがなんで二人組かっていうと、なんかもう、除霊とかしてると、 その、霊そのものに、除霊中に取り憑かれることがあるらしくて、うん、で、取り憑かれたその除霊師って、周りの人を逆に不幸にしてしまうというか、<ー>逆にその除霊師に霊が取り移っちゃったら、その、 なんだろうみんなをなんか取り付かせることができるかなんてわかんないけど,など。で、その後も来る除霊し,<う>、ね、してくださいってお客さんに対して、除霊、はい、するんじゃなくて変なものをつけてしまったりとか、はい。よりしろになってしまうというか、<ー>なんというか。はい。そういうのがあって、本当に危険らしいんですよね。その、霊媒師というか、そういう除霊師に、そういう霊が取り付くってことは本当に危険らしくて。だから、なんか二人でやってるっていうことらしいんですけれども。で、その人にも、なんか、 なんだろう霊がまずついてるかっていうのを、まあ、心、その友人の信じでなかったわけじゃないんですけれども、その霊がついてるかっていうのをまず見てもらって、で、見てもらったら、グラサンをかけた、ものがついてるよって言われたんですよ、悪霊が。左肩にですか左肩っていうかもう完全に取り込もうとしてたらしいです、僕を。えー、はい。こわもてのこわもてのグラサンをかけて、なんか反り込みが入ってるやら何やらの。はい。<laughs> <laughs> の霊がでその人曰く多分トンネルで持ち帰ってきたん<ー>っていうことらしくて。はいはい、で、その人がなんかもうかなりなんか邪念というかもう悪い感情を持ってて。うん、で、その霊って取り付いたらもう最悪その人を殺すらしいんですよね。はい、で僕は殺されそうになってたらしくて。<ー>その悪霊に <laughs>。で、そのなんで僕が殺されてなかったかっていう,ていうと僕のなんか ヒーヒーおじいちゃんかなが、なんか僕の守護霊だったらしいんですよ。はいはい、で、その守護霊の人が、なんか、なり物が好き。要は、か結構江戸とか、そこら辺の人、ヒーヒーおじいちゃんなんで、江戸とかの人で結構その音楽という音楽っていうか、その太鼓とかそういう祭り林みたいな、そういう系の音楽がめっちゃ好きだったらしくて、その人が守護霊にあったおかげで僕は、なんかピアノをやってるらしくて。えー、そう、僕両親とか全くピアノやってなかったんですよですはい。音楽とか。 で、そういうのもあったらしくて、その、なんか、ひいひいおじいちゃんが、めちゃめちゃ僕を、なんか、守ってくれてるらしくて。ギリギリその守ってもらってたおかげで、はい、まあ何もなくすんでたってゃう、まあ。防ぎきれてたみたいなことらしくて。<ー>で、なんだろうな。でも、このまま行くと、あなたのことを、これ、もう、もっと不幸にするし、最悪、本当に死にも至るってことで、あの、除霊してもらったんですよね。<ー>はい。え、どうですかそれ終わった後、なんかこう、はい、気が軽くなったとか。そうですね。あの、 とりあえず、その、ジョレ師さんの家行ったとき、僕、肩がめっちゃ痛くなったんですよね。はあ、で、ジョレで最後にあ、もう肩をバーンってやってもらうんですけど、それで、パッと消えるんですよ。へぇ<ー>、はい、そんなもう、<laughs> 肩の重さみたいな、めちゃくちゃこう、違いがわかるぐらい。結構変わりましたね。はあ、はい。本当に、で、あれなんですよね。あの、ほほなんて言えばいいのかな。うん。 その家着いた瞬間にいきなりその肩が痛くなったから、その霊が多分抗ってたんでしょうね。あ、ここはまずいぞみたいな。なるほどね。で、最後に除霊されて、で、もう見てもらって、あ、もうこれでいなくなりましたよって言ってもらえて。で、その帰りに僕ちょっと麻雀やったんですけど、役、はい、薬満出たんですよ。<laughs> あ、これもう完全にそれなだなと思って。<laughs> あのー <笑>笑 <laughs> 大三元が出ましてさすがにこれは来たなと思って、はい、あのでも実際に、はい、今笑い話のように話されてますけど、はい、取りつかれたりとかすると、はい、まず何が良くないかっていうと、はい、良くないことが起こったりとか、はい、体調が悪くなったりすことかもあるんだけども、はい、単純に運気が下がるっていうふうに言う人いるんですよね言われました僕もそれは。運が下が下っっててたよって で、その人、オーラも見てくれる人だったんですけど、なんか、オレンジの中になんか緑色のオーラが見えるみたいな。ええ、なんか、それが、緑っていうのがなんかその、体調不良であったり、なんか運気が下がるみたいなものを指し示してたらしくて。ええ、で、それがなんか結構、例の悪霊がついてた原因にもなってたみたいなところが、はあ。ちょっと危なかったんですね。そうですね。はい。っといますばバーっていう早口で話されましたけど、はい い話すごい入ってましたよねマジですか <laughs> だって最初トンネルに行って、はい、まあなんか若者のグループいるなと思って行ったら実はそのグループ、はい、こんなようなものじゃなかったかもしれないってことですよかあっちに行っちゃったかみたいなでもその後会ってないわけでしょそのあっちの,その別の世界に行っちゃったかたなああだね、はい、それも怖いし、はい、でその後もうここで普通はね帰るはずなんだけども、はい、何かその奥 急に怖さがなくなって、奥に行ってみたいってい感覚になる。<う>完全に何か生えられてたんじゃないかな。恐怖が消えたんですよね。だからそのグラさんのヤクザに最悪 <laughs> 取り付かれてた可能性も,<ー>もありいや、ありえますよね。危なかったですよね。はい、危なかった。一<や>人で行ったら多分。<う>というか、そもそも、その除霊士の方も、そのトンネルには行ったことあるらしくて、あそこってちゃんと払ってから行かないと、結構危ないところらしくて、僕ら本当にそういう知識ゼロで行ったんで、 かなりもしかしたら危なかったのかもしれない。いや、はい、そしてね、あの、オーラが見えるというね、写真からも分かるという方。はい。もう亡くなった方のオーラ、そう、それびっくりした、ね。そるんでしょうね。はい。そんなピンポイントで普通ね、失礼に当たるし、なかなか言えないですもんね。そうですね。しかも、そう、本当に僕のただのプライベートな知り合いだったんで、も何も関係ないんですよ。だから、調べようがないんですよね。 ああとあの住んでるねまあ住んでたか分かりませんがね、はい、あのマンションあ今も住んでますあっですか、はい、その間取りもねどうこうって話ありましたけど、はい、よくねあの言うんですよ霊、はい、って縦移動というかこう縦に こうあるっていう。あ、そうなんですか。例えば、土地に例がつくって話あるじゃないですか。はいはいはい、自爆霊みたいな。で、やっぱりそれがこう横というよりも縦にずーっとなるから、はい、例えば、えー、さっき下の階で不幸があったって話ありましたけど、はい、ありました。はい、意外とそういう事故物件だった場合、隣ってやじゃないですか。はい。よりも、上下の部屋の方が心霊現象起きやすいんですって。はい、<ー>ホテルでもそうらしいんですよ。 よくないことがあった部屋の上下の方がそういうことが起きやすいっていう。はい、その、現場よりもですか現場は一番もちろん,ん現場が一番で、隣っていうよりは上下って感じはい。はい、だから、なぜか,かこう、上に行ったりとかと下に行ったりってことがあるのか、はい、あとはもともと土地が悪い場合は、やっぱその、縦にグーっていうふうにこう、何か霊現象が起きやすいって話聞いてたので、だからそこも繋がってくるし。はい しかも僕のマンションってあの、1フロアに1部屋しかないような、その細な、なんか縦長のあるじゃないですか、そういう、要は場所はまとらない感じの、そういうマンションなんで、あじゃあもう、その建物、マンション、全部だめですねも。もう全部行かれたかもしれないですね。縦移動だとしたらもう、ね、移動だとしたらもう全体に行き渡ってる可能性はあるのかなという。え、今、なんで今こんな感じで見たんですか,水どこかあびっくりした今そんんなすすすぎででよよ怖いんですよ <laughs> いやでもとりあえずじゃあその笑いも済んで、はい、まあなんかこう気もね楽になったということなので,、はいでねはい、だからこっから運気本当にその除霊したのが直近の話なんでそこからまた上がっていくといいなっていう今状態かなっていうへえ<ー>、はい、いやーちょっとこうね、はい、人柄もあるし、はいね、あとこの表情なんかもあって、はい、か楽しげに見えてしまう,う方もいたかもしれませんけど、はい、一個一個話聞いていくとなんかすごく、はい わかるわかるとか。<laughs> かあ、と、怖いのがもう点在してて、はい、びっくりしてしまいました。いや、すみません。なんか、まあ怖い話とかしたことないんで。いやいやいやもうわからなかったですけど。いや、本当そんなん今回ね、はい、無理をね、はい、聞いていただいて、はいはい、ご出演いただいて、本当ありがとうございました。ありがとうございます。本当に、こちらこそ。